加賀谷亮君。はい、委員長、えー令。令和新選組の潜水艦こと。千葉十一区の高井亮です。はい、今日は奇しくも、お、まあ、父親の命日でして。まあ、こんな日に予算委員会の初の質疑ということで。えー、とても感慨深いものがあります。まあ、父と一緒に、え、まあ、質疑に臨む気持ちで、えー、頑張りたいと思います。六本一本勝負、岸田総理、どうぞよろしくお願いいたします。 まずは消費税に関して大きな誤解を解きたいと思います。おそらく国民の皆様の多くは、消費税の免税事業者について、客から消費税を取っているのに、それを納税せず、猫ばばしている、ピンハネしている、おかしいじゃないか、怒りを感じると思われるかもしれません。しかし、そうではありませんでした。2月10日に行われた内閣委員会の私の質問に対し、財務省はなんと、消費税は預かり税ではないと認める。 明確な答弁をいただきました。えつまりえ、消費税はもらった税を利益にできる、いわゆる疫税ではないと認めたんです。え資料2をご覧くださいえ、消費税法の条文の一部がえ皆様のお手元にあろうかと思いますが、実際はこちらにあるとおり、まあ、149ページありますけれども、消費税のことを定めているのに、どこにも消費者という言葉がありません。 消費者の支払い義務も、事業者が徴収する義務も、全く書かれておりません。まあ、要するに、条文上は、取引したら、国は10%上納しなさい。えー、消費者に転嫁するのが望ましいが、するかしないかは、事業者に任せるから、あとよろしくね。そういうずさんな内容です。従って、消費税というのは、消費税が、えー、消費者が支払った税を、 預かった事業者が支払うという間接税ではなくて、事業者が直接支払う事実上の直接税、すなわち第二法人税と言えます。さらに補足すると、事業者にとっての商品価格の構成は、原価プラス利益プラス人件費プラス消費税で構成されるということになります。さて、そこでインボイス制度についてですが、今まで政府は制度導入の理由について、 一貫しししてて税ののの公平性の担保たためと主張してきましたいわば免税事業者の猫ババをなくそうという趣旨の情報操作であり、詭弁といえます。なぜなら2月10日の答弁で猫ババではないと認めたわけですから、インボイス導入の大義名分が根底から崩れたので、弱い者いじめの単なる増税です。さらに言えば、さらなる消費税増税の下準備とも疑ってしまいます。 パネル下段に記載してますが、インボイスの懸念事項を申し上げます。政府はそもそもインボイス対象事業者数を把握できていない。おととし10月に申請をスタートさせたが理解は深まらず、申請締め切りを今年3月末から9月末に延長した。一般社団法人、日本中小企業経営審議会と私が直接行った地元の緊急アンケート結果は、およそ75%が反対、わからないでした。 なぜ反対が多く申請が進まないのか、資料3、こちらをご覧ください。会計上、消費税の区分だけでもこれだけあります。インボイスが入ると、区分がこの3倍に、3倍に膨れ上がると言われています。すなわち、免税事業者にとって死活問題。導入することで事務作業、税理士費用等、それに伴う金銭負担が大変であり、経理部のない零細企業やフリーランスには過酷。 ののみならず免税事業者以外への負担も増大しますしかし、これをやらないと、取引先に契約を打ち切られるのではないかという恐怖感が事業者に蔓延しています。インボイス制度が機能するためには、課税事業者の98%以上、すなわちほぼすべての参加率でなければ機能しないと、専門家の指摘もございます。今のペースでは到底、その水準は不可能ではないかと考えます。 そこで岸田総理に質問いたします例裁企業や個人事業主のそのような悲鳴をどのように受け止めておられますか。その上で、政策の最終決定権者の総理大臣として、何が何でも、絶対10月1日にインボイス導入をスタートさせるのか、または状況次第で延期や制度の見直しをすることも含めて、絶対に導入するとは言えないのか、明確にお答えください。 内閣総理大臣岸田文雄君まずあの委員のご主張で、まあ、消費税は第二法人税であると、まあ、主張については、ちょっと十分理解ができておりませんが、いずれにせよ、インボイス制度は、えー、複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものです。インボイス制度に関する、零細企業、個人事業主の方々の懸念については、さまざまな声に耳を傾け、 政府一体で連携して、丁寧に課題を把握しながら、きめ細かく対応してまいります。これまでも総合経済対策において、インボイス対応のための支援策の充実ですとか、取引環境の整備に努めてきました、さらに令和5年度税制改正において、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の新たな負担軽減措置、これを講じてまいります。 まあこうしたあこの環境整備を行いながら理解ををえつつ、本年10月の制度の円滑な実施に向けて万全の対応を図っていくというのが政府の方針であります。はい、安井良君。はい、総理ありがとうございます。まあ絶対に導入すると言えない曖昧な答弁でしたので、私の質問の趣旨からすればえ延期もあり得ると受け取りました。はい。インボイスは小規模事業者のみならず。 さまざまな事業者、全国民に、えー、大きな影響を及ぼします。まあ、今の不景気な経済状況からやるべきではないと思います。え大義を失った単なる弱い者いじめのインボイスは廃止え、景気に悪影響な消費でも廃止、最後に政治は生活である、これを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございいまますこれにて輝君の質疑は終了たたしました